こんにちは、新州読書会の宮沢です。今日は2019年の3月1日に行う、ツイキャス読書会の課題図書ですね。司馬太郎さんの花芯のですね、解説っていうか、私が読んで思ったこと、お話ししたいと思います。先に告知なんですけど、メルマガ登録を募集してますんで、よろしければご登録ください。YouTube の説明欄からご登録いただけます。Amazon、楽天のリンクも貼ってあるんで、一回踏んでいただいてお買い物していただきますと、当読書会に紹介料が入りますので、よければご協力ください。私も今日全部読み終えまして、3巻。気になったことですね。下巻の話をしたいんですけども、高杉晋作の葬式の話が書いてあって、これがすごい今現代の、なんていうんですかね、自民党保守派の話にすごいつながってるんで、興味深く思ったんで、ちょっと、読み上げて簡単に紹介したいと思います。ちょっと私のちょっと古い版で持ってるんで、69ページなんですけど、新しい版だと、何ページぐらいになるか、ちょっと80ページだか90ページぐらいのとこにあると思うんですけども、高杉晋作が亡くなってですね、じん式人祭で、お葬式やるんですね。そのことが書いてあります。ちょっと読み上げていきます。蔵六っていうのは、大村益次郎ですね。村田蔵六です。蔵六は高杉晋作の葬儀の光景を生涯忘れることができない。人式であった。当時の言葉で言えば、人祭、神の祭りと書いて人祭ですね。で、執り行われた。奈良朝以来、日本が仏教国として長い伝統を持っていたが、幕末に至って平田篤胤派の国学を奉ずる者が多くなり、そういう一派の中から志士的奔走する者が人数はわずかながらも出た。島崎藤村の夜明け前の主人公である青山半蔵もそうである。青山半蔵も木曽路の馬籠宿の庄屋兼本陣の主人であったように、平田国学の党はほとんどがこの階級の出で、大名の家来である者は極めて少なく、要するに富裕なる庶民階級、ブルジョアジーと呼ぶべきかの間に流行した思想であった、ということです。神道ですね。平田国学の神道ってなんですね。このことが詳しく書いてあるのは、島崎藤村の夜明け前って小説があるんですね。これも私、今年中に読書会で扱えればと思うんですけども、ちょっと長いんですけどね。文庫で4冊ぐらいあるんで、でもよ、まあもう著作権も切れてるんで、全部読み上げたいなって、思ってるんで、いずれ 今年の後半ぐらいにやりたいと思ってるんですけども、そこに出てくる主人公の青山半蔵って人が、平田国学の、門弟なんですね。で、その神道が流行ったと。で、高杉晋作も、仏教、仏僧じゃなくて、人式の葬式をやったってことですね。これが、画期的だったんですね。で、続きです。平田篤胤は天保14年1843年に死んだ国学者で、自ら本居宣長の没後の弟子と称したが、宣長までの国学の系譜が実証性を重んじて、いわば多分に人文学的であるのに対し、平田篤胤はまたそうであるにしても平田篤胤もまたそうであるにしても、しかし多分に宗教性が濃く、幕末に及んでつつ、裏裏に右のような階級層に流行したのも、その宗教性によるところが大きいのであろう。わしは平田国学の徒であると宣言した時には、すでに幕府を否定したのも同然であるというような強いイデオロギー的性格を持っていた。平田篤胤自らが幕府否定を唱えたわけではないが、日本の神々を説いて天皇に及ぶというこの宗教的主観から見れば、幕府の存在が無意味なものになってしまう。さらに神々を説き、天皇を説くとき、徳川家が作った江戸階級制度は観念の上では全く消滅してしまうわけであり、これまた幕府に普及する一君万民という平等思想の強力な拠り所の一つでもあり、信仰の富裕階級に支持されたという機微もこの辺りにあるかもしれない、
ということです。まあ、平田国学っていうのは戻りの稲が の、没後弟子だと自称した平田篤胤が作って、まあ、今ではスピリチュアルな感じなんですね。で、まあ、あの世の話が多いみたいな、結構アセンションとかそんなような感じなんですね。まあ、私も詳しいこと読んだことないから分かんないんですけども、スピリチュアルなんですね。で、これは幕末においては幕府の存在を否定してしまうってことですね。で、まあそういう、まあ宗教的な国学が信仰の富裕層に支持されたということです。で、続きで、ついでながら言う、薩長によって成立した維新政府は右のような平田国学グループの功績をも無視することができず、彼らの代表者たちを神儀方面にの会員にしたり、人職にしたりして、その後に報いようとしたが、しかしその後、日本の国民思想を神道で統一しようとした、いわゆる、国家神道というある奇妙な完成思想とはまた全く違っている。平田国学は幕末維新において幕藩体制を揺さぶる一思想になったものの、明治後それらの都が死んでいくにつれて衰え、新たに変わって朝鮮や台湾、満州まで国立の神宮を作るというあの国策的神道な悪名高いが成立し、やがて太平洋戦争の終了とともに、衰えるのであるということです。平田グループを利用しながら薩長の新政府っていうのは、まあ、有志先生ってやつですね。まあ、何ですか、廃仏毀釈とか、神仏、何でしたっけ、修行だか、まあ、神々の明治維新っていう本があるんですけどね。神仏分離か。神仏分離と廃仏毀釈っていうのをやって、まあ、何ですか、国体神学っていうか、まあ国体思想っていうのを作っていくんですね。超国家主義の論理と真理の丸山さんの本の元になっていく、まあ国体思想ですね。っていうのになっていくんですよ。まあそれがベースとしては平田国学が あって、それが完成国家神道になって、行くと。まあでも平田国学と国家神道は内容は全く違ってるんですけども、まあそういうなんていうか、近代国家になるにあたってヨーロッパでいうキリスト教、まあ内面の自由っていうもんですよね。内面の自由っていうか、キリスト教的なその精神運動っていうのが近代国家を作る上で、まあ重要なとこありますね。まあ、プロテスタント国家ですね。まあ、森鴎外のかのようにっていう短編小説があるんですけども、その中で書いてるんですけども、まあ、神様は信じてはないけど、神様がいた方がまとまりやすいから、それをベースにこう、国家をまとめていくみたいな、帝国主義になっていくみたいな、いうことを、まあ、プロイセンとかね、ドイツとかやってるんですよね。それと同じことを、まあ、明治維新後の維新政府もやったってことですね。まあ、その元になっているのは、その日、まあ、平田国学であり、その高杉晋作がわざわざなんで陣式で、葬式やったのかってことにかかってくるってことですね。で、続きです。高杉晋作を応援していて、家財まで潰してしまった下関の豪商、白石誠一郎も、この平田国学の信奉者の一人である。騎兵隊という庶民軍創設の時の経費は全てこの白石が負担した。まあパトロンがいたんですね、豪商が。高杉晋作の。この人も平田国学の信奉者だったと。で、まあそういう形で、陣式の葬式をやって、でそこに大村益次郎も出かけるんですね。出かけて、まあ、ここら辺は創作なんでしょうけども、まあ、高杉晋作も、八百万の神々の一中となったっていうか、まあ、靖国神社に英霊になったってことですね。ということです。で、
まあ大村益次郎にだって靖国神社の参道に像が立ってるぐらいですから、まあ、国家のために亡くなった人を靖国神社に祀るっていうことになったわけですね。その明治維新政府ができてからということです。でなぜ葬儀を、まあもともとは毛利藩は禅宗だと、で長州の百姓は多くは浄土真宗だと、親鸞の起こした浄土真宗で、大村益次郎も浄土真宗なんですけども、なぜ人式でやったかっていうと、まあそのパトロンの白石誠一郎はそれを望んだからですね。で人民葬って形でやんだったら人祭の方がいいってことで、高杉晋作の葬儀で象徴とされるものはなるほど長州における庶民の力であるということが書いたんですね。ということです。でまあそれ何ですか、まあ藩でやっちゃうと藩の組織になっちゃって、一般庶民が参加できないっていうか参列できないんですけども、まあ人式でやったら人民葬ですよね。みんな参加できるってことですね。それもうたくさんの人が参加したんですね。何千人と。そのぐらい人望があったということです。で、その葬式の中で、上城直人っていう人に会うんですね。これは本当の話なのか、ただ創作なのか、わかんないですけど。隣の村に西山宿っていう、須善寺村っていうのは大村益次郎の住んでたとこなんですけど、地元なんですけど、その隣にの町に西山宿ってなんですね。でここはなんか国粋主義右翼のまあ総本山みたいなところで、そこに上城直人って男がいて、この人にまあ、その後暗殺されちゃうんですよ。まあこの人を雇った、まあ、海江田信義っていうんですかね、薩摩藩の人に、は裏で糸を引いてて、大村益次郎殺されちゃうって話なんですけども、それがあれですね、桜田門外の変の有村兄弟の一番長男なんですね。その人がね、裏で糸を引いてたのが、その末裔がそのあれです、参議院議員に有村春子さんという議員の方いますけども、自民党の右派の方ですけどね。まあだから今にも続いてる、明治時代の人脈ってのは今に続いてるってことですね。これはあの司馬太郎先生の本を読むとすごいよくわかりますね、これね。勉強になりましたけども。どこまで資料に基づいてるのかよくわかんないんですけど、まあでも、そうなんでしょうね。で、その、まあ、隣町に右翼がいたんです。右翼が、その右翼が、まあ、右翼に対してそのまあその大村益次郎がどう思ってたかってことですね。で上城直人ってその後その大村益次郎を殺す人との関わりをこれ書いたんですよ、ドラマ仕立てで。なんか悪霊の強盗がフェイジかとか出てきましたけど、あれが出てくるみたいな感じで、上城直人は増六と呼び捨てにたかと思うと急に大村先生などと呼んだりする。この政治好きの殺人鬼、多くのテロリストはそうであるように、思想というものはほとんど持っていない。不幸なほどに強い自尊心がその気質の周りに気質の周りをガラスの被膜のように包んでおり、それがまずいことに壊れやすくできている。壊れそうになった時に反射が起こり悲鳴を上げ人を切る。相手は誰でもよかった、大物であればよく、それを切った時にかろうじて自分の気質のガラス質が壊れることから救われ、他の同志たちに対して言い難い優越の思い、明帝と言っていいが粘液のようにガラス質を濡らすのである、そういう男だということを増六は知っている。死んだ高杉もそう理解していた。だからこういう思想的狂人と正面から争うだけ無駄で、このため高杉はさっさと上城から逃れ、脱藩してまで藩地から抜け出してしまったということです。なんかもう人を殺すのが好きなならず者みたいなのが、このイデオロギーの衣を、極右思想の衣をまとって、幕末活動してたんですね。で、これに対してどうやって
接触するかっていう問題があって、大村は八次郎は無視なんですよ。一貫して無視したから殺されちゃったんですけども、中杉晋作はまあ近寄らないと。あとは桂小五郎、木戸孝允はどうやって接したかっていうと、そこへ行くと桂小五郎などはこういう手合いに対して高者であった。天性警戒能力に恵まれた桂はこの種の獣者どもがやってくれば必ず会う、会ってその話を心から傾聴するという姿勢をとってやる。となれば彼らの病的に鋭敏な自尊心がなだめられるわけで、桂に敵意を抱かなくなる。彼らにとって重要なのは政治的奔走人としての自尊心の満足であり、その意見や主張が通るとか通らないとかは二の次なのである。薩摩の西郷隆盛も、この手合いに対しては桂に似た接し方をしていたが、増六って大村益次郎ですね、は政治家ではない。変動期の政治的大奔走者の中には10人に2人までが強靭に近い素質の者が混じっているということを知りながら、そのエネルギーだけは利用してその害から巧みに身をかわすという芸はできない。しなくてもよかろうと思っていたということですね。なんだろうな、政治に飛び込んでいく人の一部の中に、まあ情念だけでナルシシズムで飛び込んでいく、ナルシシズムと、なんだろうな、あとはサディズムしかないんですよ。人を切りたいとかそういう気持ちしかないし、なんかデスパレートな気持ちで政治に参加してくる人がいて、幕末においては5人に1人がそうだと。頭のおかしいやつが、たくさんうようよしてて会いに来るわけですね。で、邪険に扱うと恨まれると。でそういうやつがなんか政治談義するわけですよ、空想な。で、それをどうやってなだめるかって問題があって、まあ、桂小五郎、木戸孝允とか西郷は、まあ、うまかった。西郷に至っては、まあ、最終的にそういう人たちをどうやって、まあ、青函論だって言ってね、外に攻めていくんだとか、まあ、西南戦争とか、ああいう形で自分も担ぎ上げる人たちの中にはおかしいやつがいても騙されたふりして最後まで面倒見るみたいな、まあ、そういうことやったわけですね。で、大村益次郎最終的にそんなことやってらんないと。で、西郷のことも嫌いで、ゆくゆくはこいつは多分戦争になると、安禄山だって言って安禄山の乱ってありますけども、結局そのなんだろうさ、まあ統一新政府の足を引っ張ると、西郷っていうのは。それは周りにいる人に対してすごい懐が深いだけに、まあ足利尊氏になるって言ってるんですね、結局これ。西郷ってのは足利尊氏みたいな人間だと。まあ剣武の神聖で後醍醐天皇がね、鎌倉幕府から政権奪ったわけですよ。だけどその後足利尊氏が出てきて、奪い返したんですね。それと一緒で新政府ができたのに、まあそれを自分の方に持ってっちゃうと、そういうことをやるのが西郷だと。で、薩摩藩自体がそういう武家体質が、鎌倉風の武士気質が温存してて近代化しづらい部分を持ってると。で、そこの部分を代表してるのがやっぱり西郷だと。で、長州の人たちは、まあ、そうは言ってもイデオロギーがあるから、そこまでその武士の気質にこだわらないと。だからその騎兵隊とかね、市民平等的な体制を作ろうとして、大村益次郎自身はお百姓さんの出なんで、武士が嫌いなんですね、武家階級が。で、そういうことがね、ずっと書いてあるんですよ。で、その分なるほどなと思いました。勉強になりました。だけども、まあ武士気質の強いその海江田信義に殺されちゃうんですね。海江田って人が268ページに、有村俊斎って言うんですね。当時有村俊斎といった海江田の自歴というのは幕末風雲史そのものだった。大老井伊直輔の安政の大弾圧の時には西郷と共に金王荘月商へ護衛して京を脱出し、さらに井伊直輔を水戸藩士たちが白昼遊撃して撃った桜田門外の変では、弟の有村
次左衛門がただ一人薩摩人として参加し、辰の口において切腹した。これはあれですね、吉村明先生の桜田門外の変に詳しく書いてある話ですね。まあ一回それで読書会やりましたけども。でこの時海江田の次男の有村雄介も京都にあって、鬼脈を通じ藩からその罪を問われ切腹させられている。この兄弟は海江田が長兄で、雄介次左衛門という順なる。この時代の薩摩人は密かに有村兄弟というのは上に行くほどつまらなくなると評していたが、表していたってことですね。一番の兄貴はまあ生き残っちゃってたんですね。でこれがあの大村益次郎と将棋隊、上野の山にこもった将棋隊と戦う時に、まあ、意見が対立して、でそれを逆恨みして、まあその海江田信義が大村益次郎をまあ撃つということになってしまうということですね。になってるということです。まあそんな話でした。まあ私ちょっとね、明治史の方はまあざっと読んだんですけども、明治、日本の歴史で。まあ、書いてないことに関しても詳しく書いてあって、まあ、私、将棋隊っていうのは何なのかもよく分かんなかったんですけど、まあ、後半のね、将棋隊との戦い、アームストロング砲を上野に打ち込んで、壊滅させるっていうね、そういうのが書いてありましたね。まあ、なるほどって感じでしたけども、まあ、面白かったですけどね。まあ、まあ、まだ読んでない方もいると思うんで、まあ、当日読書会やりますけど、まあ、お楽しみにされてください。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。